そういえば、クラウドファンディングっていうものを今やってます。お店をね、作るにあたってのお金を皆さんから、集めるっていう、ものでね、目標金額は100万円だったかな、確か今月、来月、までぐらいにね、集めましょうっていうのをしています。クラウドファンディングっていうのもね、僕が、やり始めてっていうか、これ前に映画作った時も一回やったことありますが、まあ知らないね、人たち人に、こういうことやってるんだよっていうことをアピールする機会になったり、もするしね、もう数年前に比べても割と気軽になっているので、まあ一つの選択肢っていうのかな、そういうことをやっているっていうことを、まあ知らせるきっかけになるということで、クラウドファンディングやってるんだけどね、これ本当かなと思うんだけど、なんか大学生の男の子からメールが来て、クラウドファンディングを見ましたと。でクラウドファンディングを達成するためには、何にしてもね、お金が、その毎日毎日ブログを書いたりすることで、お金が集まりやすい、つきましてはそういう毎日ねブログを書く係を、やりたいと思うと、っていうのをそのなんか来たのよ。と思って。でもちろんその文脈からすればね、そういうことをなんていうかな、アルバイトにしてるっていうか、まあ実際にお金は取るんでしょうけど、そもそもそういう人物がいるのかどうか分かんないけどね、クラウドファンディングにそのまあまつわるっていうか、そういうことを餌にね仕事している、それもまあその文脈からすれば大学生なんですって言ってるけど、まあ本当だとしてもね、やっぱり、まあ、時代は変わるね。だから年配の人とかがクラウドファンディングって何なのかしらとかね、昔だったら物乞いなんじゃないのとか、まあ、あったんでしょうが、まあクラウドファンディングが何か全て世の中のお金をの何かを変えるってこともないしね、まあこういう一つの選択肢っていうのがあるので、まあちょっと気軽な感じでやってるので、よかったら覗いてみてください。それでは今日の話題は、世の中は貧しいっていう話です。この雑話会なんかを、今あっちこっちでしていますね。で、その時にね、まあやっぱりこの今の現状っていうのを、話すことが、まあ、多いわけよ。なんでこういうメンバーシップ制のカフェをしようと思ってあったのかっていうのは、やっぱりその時代の背景みたいなことを、まああえてね、言うことでもないかとも思うんですが、まあやっぱりそういうのがあるのでね、まあ、話をします。でその中で必ず出てくるのは、今の日本は貧しいと、今の世の中はとても貧しいんだっていうような話をします。まあそのことにね、そんなことはないっていう人っていうのはまあほとんどいなくてね、まあそうなんだろうなみたいな、そうなんでしょうねぐらいのリアクションは大体、皆さんされます。僕は浮世離れしてる生活をしてるわけではないので、東京の、いわゆる一消費者としてもね、マクドナルドに入ることもあるし、コンビニに行くこともあるし、
まあ普通の電車に乗ったりバスに乗ったりタクシーに乗ったりっていうことがまあある中で感じることは、やっぱり世の中は貧しくなっているっていうことは実感としてありますね。まあ例えて言うと、まあもうあえて言うことでもないんだけれど、まあよくやっぱり驚かれるのは、豆彦をやっていてもね、喫茶店豆彦に 入ってきても注文をいらないっていう若い子が結構な数いるっていうことですね。そんなことはないだろうって年配の人は必ず言いますが、だからちょっとネタみたいになっちゃってますが、これは事実あります。事実、うちの店だけじゃなくても、例えば本当にマクドナルドなんか行ってみるとね、食べないで、まあ食べないでというか、まあ寝てたり、ただなんとなく座っているっていうような人が結構な数います。スターバックスにもそういう傾向があったけれどね、スターバックスはなんかそういうものを排除しようっていう感じになってるみたいで、店作りがなんかそういうものを受け入れられなくなってるような感じには なってきてるかなっていう気はしますね。それとか、この前入ったお店では配膳する人がいなくて、配膳ロボット、配膳ロボットっていうのがいると。でまあそこに働いてる女の子なんかは注文もスマホで取るし、で水なんかもその配膳ロボットが持ってくるし、食べ物持ってくるので、まあ何してるのか、何することないじゃんと思ったんだけど、結構な数いてね、実際よく見てたら、その配膳ロボットは何回かに1回水こぼしてんだよね。運んでピピピとか言って、運んでくる途中に水こぼして、そのこぼした水を拭いているっていう係になっていたりとか、まあ実際だからそれは経営者としてはあんまり人件費削減になってないんじゃないのっていうふうには思うけどね。なんかそういうことで人件費削減になってるって思ってるかもしれないけど、なんかなってんのかなっていう、まあそういう意味では ETC なんかもね、ああいうので ETC でいるおじさんたちがいなくなって、まあ人件費削減になってんのかなと思うけど、その ETC のシステムを導入するのに何十億円もかかってんならあんまり関係ないんじゃないのっていう風な気はしたりしますね。で例えばホテルなんかも、まあホテルは乱立しましたね、東京、まあ東京に限らず日本にはまだホテルが足りないっていう論調だったのか、まあホテルはあっちこっちで、神戸に行ったってそうだし、札幌にいてもなんだか分かんないけどホテルってのはいっぱいできて、でホテルも最近のホテルはみんな、まあビジネスホテルはということですが、1階部分に、まあ歯ブラシとか、櫛とかシャンプーとか、まあ、ひげ剃りとかはもう置いといてね、そこから勝手に取ってってくださいっていうふうに、まあ、なってます。まあ、これはエコロジーの観点からも、まあそうすればいい、そうすればいいじゃんっていうのは別にあれですが、実際に例えばそのホテルに入ってその室内なんかも、まあ昔よりちょっと狭くなってるとか、なんかこう化粧板っていうかね、修正剤の化粧板みたいなものを 棚にして、すごくミニマルっていうか、もう極限までシンプルにしましたっていうようなデザインのホテルがわりかし渋谷もそうだし、まあ都心部に増えてはいます。でじゃあ都心部にそこまでミニマルにして、昔は、そこまで極限にサービスを減らすことでね、安い価格で提供していますっていう感じだったと思うんだよね。ここまで、まあ、例えばひげ剃りなんかも、ご自分でお取りください、まあ、カフェなんかでも水なんかを
取りに行ってください。同じ僕らカフェでやってて、まあ気になるのはあのカトラリー入れだよね。カトラリーをお客さんに合わせてこうスプーンだのフォークだのって置くっていうことをしないで、もうカトラリーボックスを置いとくからこっから勝手に取ってねと、まあ、中にはその中に箸が入ってたりね、フォークが入ってたりっていう、まああんなんでも昔はそこの部分ははしょるので、その代わり美味しいものを出しますよ、いい食材のものを提供しますよっていう、あのそこのサービスの部分ははしょらせてもらう代わりに他の形でなんとか、還元しますよっていうメッセージとして、ああいうものは受け入れられていたっていうのが僕の記憶ではあるんですよね。ところが今は多分そうではない。ああいう風に極限までシンプルにしないことにはもうやってけないっていうことでね、なんていうのかな、もうそのカトラリーボックスのないカフェを探す方が大変だし、そのヒゲ剃りだのなんだのそういうものも、1階のロビーのとこにないようなところを探す方が、まあ、大変だと。まあ昔ながらのね、あのホテルずっと続けてるのは逆にそのシステムに移行するのも大変だろうから、まあそのままになってるところも多いとは思うけれど、つまりね、サービスを極限まで減らすことで、お値打ち価格、いいものをお値打ち価格で、まあお値段以上っていう感じで、サービスを提供していたようなものが、どん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 貧しいことがいわゆるデフォルトになって、もうそういう昔のようなサービスには戻れませんっていうことになってるんだと思うんですよね。いろんなこと考えるに。だからありとあらゆるものが、そういうサービスをねなくしてい、くと。まあ、回転寿司っていうのはちょっとまたちょっと違うような気もするけれど、まあこれはこれでそういう貧しい時代の新しいサービスのあり方っていうことで、まあいいんじゃないかと。いいんですよ別に。いいんですけど、実際問題はそんなに経費削減に俺はなってないと思うんだよね。なぜなら、そのサービスを低下させてもその代わり食べ物は美味しくお値打ち価格でっていうことならお客さんは行こうかなという気になるけれど、出してる食べ物もそこそこ、サービスもしないってことになったら、まあ何のために行くのかってことになるわけよね。でまあそれは腹が減ってるから行くっていう食堂の意味もあるからね。だけど それならまあじゃあ例えばコンビニで買った方が安いとか、まあお店でね、あの飲み物飲むよりは、ペットボトルを買って外で飲んだ方が安いとかっていうことになって、いわゆるお店としての空間を必要としなくなる人が増えるだけじゃないかっていう気がするんですよね。うん。でかといってじゃあ、サービスを通常通り やるとそれほどそれに対してその対価に対して払ってくれるというお客さんが少ないっていうお店側のジレンマも当然あるだろうしね。うん。だからまあなんか一点突破で、非常にバズるような、食材商材、そういうものを出して、まあ一過性で、お客さんをわっと取り込むことができるお店はもちろんあるでしょうけど、全般的には、結果的に、先細り、要は衰退している過程を見せられてるっていう気がしてね。まあ同じサービス業を東京でやっているものとからするとね、そういうふうにいろんなことがお値打ち価格でって言ってる言っていた頃はまだ良かったけれど、そうではなくてもむしろこれはデフォルト、これをしなければ生き残れない。でもそういうふうにサービスを極限まで減らして、でも値段はそんなに、安くもないということになると、お客さんはあえて行こうという気にならなくなる。これがいわゆる何々離れっていうことに
なってね。そうなるとそこで働いている人も職を失うということになり、ますます悪循環、世の中は貧しいっていうことがデフォルトになって、何かやろうという気力がなくなっちゃう、そういう社会にまあもうなっちゃったなという、なりそうだという危惧ではないです、もうなっちゃったなという、実感を最近するんであります。歩んだあの日は遠きくも、明日は違う風吹く、始まりの別れ。歩んだあの日は遠き雲、明日は違う。